立下神楽会の皆様でございます。演目は御所の五郎丸陣屋巡りの場。解説いたします。源頼朝が諸大名を集め富士の裾野において巻狩りを行うとの噂を耳にした曽我兄弟は時至れりと母の形見の名刀を携え富士の狩り場の陣屋に登る。時に建久4年5月28日夜半、兄の十郎助成は22歳、弟五郎時宗は18歳であった。陣屋は折悪く大雨激しく、警戒も一段と厳しさを増し、1の木戸、2の木戸は無事に通り越えたが、3の木戸は助常の重臣宮形八郎重房が警護しており通れず重するのである。兄弟はここで思案の末、夜源氏夜源太と偽名を打って通り越えようとするところに、陣屋周りの奥の小姓御所の五郎丸に見とどめられるも、これが恩情により御所の五郎丸の共回りに混じりて無事に三の軌道を通り越える。最後に刈谷陣屋の諸大名の幕の門所五郎丸殿に教えられる名場面であります。それではよろしくお願いいたします。
そが兄弟のあん十郎好きなにと
何の苦もなく
バレバレと申するわい。いらでが上すぎいやげんずやげんたの兄弟ぬでそろい。こよい長男殿より北条殿ね急ぎの用事あっての帰り水この大軍のため大まず消されぜひ
熊倉殿の三冠で、はい、この三の軌道かダメスは石の君にはまだのじゃない、はい、どうもすなれ、あるねこの大変なもいどいなぐい、このばぬただずめうりすわがものどもあい、ずくぬのいがなるものなるよ、おんずらせめはやんばやののらせとやんの、no!
なるわかりやかりやおみがれすおんどりのいはい福祉のぐるまるでの会を見ずらすよいはい福祉の金をかりやみぐりどあるなればいおうどうとすごど万能団子へそろぬなすやろすみやがむとらせとやのOh!
ただいまの演目は立下神楽会の皆様によります御所の五郎丸陣屋めくりの場でございました。